今日もありがとうございます。これからもどんどん福島県民と一緒に歩いて、そして向き合ってください。福島県民と向き合ってください。つながるのではなく、寄り添うのではなく、向き合ってください。よろしくお願いいたします。福島からいらっしゃった方々、まだ話していない方はここでもアピールできますので、前の方にお願いします。エミムメモさん、いらっしゃいますか。ちょっと先に告知をいくつか先にしてしまいますので、あ、いらっしゃいました。どうも。今日は本当にお疲れ様です。どうもです。皆さん拍手で。ありがとうございます。皆さん、はい、皆さんお疲れ様でした。今日みんなで500人集まって、みんなで600人以上集まったことで、今までこの福島集団疎開裁判について知らなかった人にも知ってもらえたと思います。みんなのパワーすごかったです。お疲れ様でした。ちょっと告知なんですけれども、3月2日の土曜日、1時から宮下公園スタートで、渋谷の宮下公園スタートで、ラブデモっていう、ポジティブにマルチイシューで愛を伝えて、みんなに問題を考えてもらえるように、無関心な人に関心を持ってもらえるように、愛で、愛の言葉で伝えるっていうデモをします。もちろん被爆の問題も原発の問題も TPP の問題も会見の問題も何でもいいんですけれども、これをポジティブな言葉で、今まで反対反対って言ってましたけど、反対だとやっぱ街を行く人ちょっと耳を塞いでしまうところがあるんで、前向きな言葉で、例えば脱原発だったら、ごめんなさい、原子力よりも愛の力をとか、原子力とかなんか、増税よりも愛を増やそうとか、そういう風にポジティブな言葉に変えて伝えていくっていうデモです。皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ですね、今日福島県から来た福島県民の方々が4時のバスで帰られるということなので、福島集団疎開裁判の会の井上代表の井上さんからお話しいただきたいと思います。申し訳ないです。井上さんのスピーチの前に福島の方からのアピールがあります。はい、皆さんこんにちは。今日は大変ご苦労様でした。私は福島県中央部の郡山市から参りました。全国の皆さんに訴えたいです。おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、自分たちの子供がどういう状況になるか、よく考えていただきたいと思います。現実、福島県民の子供たちは大変苦労しております。今後とも苦労すると思います。これは分かっていることです。実例があります。チェルノブイリの原発事故後の子供たちのことをよく見てください。情報、いろんな情報が飛び交っておりますので、手に入りやすいと思います。どうぞ、福島県の子どもたちを助けてやってください。私、心からお願い申し上げます。どうぞ、よろしくお願いします。自分の孫子のことをよく考えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。井上さんより、バスの案内の先に申し訳ないです。井上さんから肝心要のバスの案内をお願いします。福島の方々、郡山に帰るバスですか。
同型バスで定員45名、このバスが4時に靖国通りを出発することになっています。靖国通りにもう止まっているのを確認しました。そのバスに乗られる方は私がこれを高く掲げていきますので、あと5分後にここを出発しますので、どうぞついてきてください。よろしくお願いします。今日は井上さんどうもありがとうございます。続いてアピールがあります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。福島から参りました。日頃あまりにもひどいことが起こっておりますので、心が本当にへし折れそうになります。この間佐藤雄平知事は1ミリシーベルトだと除染しきれない、だから基準値を上げてくれと言いました。とんでもありません。またそこで被害が広がっていきます、深まります。私たちは声を上げなければいけません。あまりにも心が折れそうなので花屋に行きました。そこの若いお母さんが自分の中学生2年の子供が、日頃言葉少ない子供が食卓を見て、今度も食べられるか、福島県の米を食べるか食べられるかと咳を切ったように、悲鳴を上げたようにしゃぶり始まったそうです。自分は牛乳が大好きなのに、学校でそっと牛乳を飲まないで捨てていた。おばあちゃんは何でも食べると言うけど、福島県産の野菜は食べられない、この時代をどうしてくれるんだ、いろいろ行政に物を言いたいけどきっとあの人たちは聞いてくれないよね。お母さんはびっくりしたそうです。この子に限らずだと思います。子どもたちは、私たちはこうして何か叫びを上げることができる、つながることができる、でも子どもたちは胸にそっとその痛みを押し込むことしかないんです。私たちの思いは届かないんです。でもその思いを受けて今日は思いっきり叫びました。この場を開いてくださった皆さん感謝します。絶対福島に原発がなかったことにさせてはいけません。怒りを、思いを、無念な思いをいろんな形で上げていきましょう。福島には3月23日、3月11日、キャンドルナイト、いろんな形でも集会、いろんな形で福島に原発がなかったことをさせて、なかったようにさせてはいけないという声が上がります。どうぞ皆さん、また福島においでください。絶対原発がなかったことにはさせない。その危険は、その過ちは、また全世界に広がることを忘れてはなりません。一人一人が声を上げる時が来ました。腹の底から怒りや無念さを皆さんとつながって上げていきましょう。今日はありがとうございます。すいません、業務連絡です。福島の方の荷物を、持って、今日一緒に、ガラガラ引きながら歩いてくださった方がいらっしゃると思うので、その方は今このマイクのところに、いらしてください。荷物の持ち主がバスに乗って帰りますので、荷物を持っている方こちらにお願いします。4時出発なので急いでこちらにいらしてください。今日は集団疎開裁判のためにこんなに多くの方が集まっていただき、そして一緒にデモをしていただいて本当にありがとうございます。郡山、福島県内ではもうかなり農法とか結節の出ている子どもたちがいます。でも素直に2年間は何もしなくてもいいって信じている親御さんたちもいっぱいいらっしゃいます。それだけエイトス教育がもう浸透しています。どうか皆さん、ファックスでも電話でもいいですから、どうか福島県郡山市に対して抗議へ、どうかどうか外からいっぱい、私たちは中でも頑張っていますが、どうしても人数に限りがあり声を上げられない行政の人たちもたくさんいます。どうか県外から多くの方たち抗議の声を上げて、みんな福島の人たちは声を上げれないんだっていうことを伝えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、郡山から来ました勝又です。ありがとうございますが、郡山の方々が、福島県の方々が4時のバスで帰られますので、皆さん大きな拍手で お送りください。福島県の方々、今日は朝からお疲れ様でした。どうもありがとうございました。また一緒に歩きましょう。井上さん、一緒に歩きましょう。今からバスへ向かいますので、この旗を見失わずにバスに乗られる方はついてください。ハメルンの笛吹きになりますので、よろしくお願いします。皆さん、もう一度福島県の方々に大きな拍手を、勇気を持って
福島県の方々に大きな拍手をお願いいたします。ちなみにバスは無料で乗って帰れます。あと忘れ物があります。鍵を落とした方いらっしゃいませんか？福島の方で特に鍵を落とした方いらっしゃいませんか？鍵の落とし物があります。福島県の方で特に鍵を落とした方いらっしゃいませんか？鍵の落とし物があります。ご存知ですか？答えはですね、0円なんです。1円もついてないですよ。国庫予算に2年経ちました。2年経って今日訴えられた方々への支援予算が0円です。国からはどういうことかというと、一応支援法があります。なんか変な歌が聞こえてきますね。でそれでですね、法律はあるんだけども基本計画が決まってないので国家予算から1円も出ないんです。ひどい話です。でこれについて今日デモに参加された方も含め多くの被害者の方が支援政策を要求しています。それを私たちはもっと後押ししたいと思っています。で今日この後6時半から文教区民センターで原発事故被害者の政策要求を後押ししようというテーマの集会が後楽園の文教区民センターで6時半でありますので、ぜひお越しください。皆さんここにあります。それで今日来れない方もこれ持って帰っていただきたいのは、実に言いますとこの裏に東京新聞の2月19日付の社説があります。この社説をぜひ読んでください。今日集会来れない方もぜひ読んでください。何がポイントかすごくちゃんと書かれてます。あとは私たちの市民の力だと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。告知なさる方で経産省前対話集会の渡辺さんいらっしゃいますか？経産省前対話集会の方、あ、すいません、どうも、今日火曜日行ってくれないので代わりにやってます。経産省対話集会毎週金曜日、経産省本館前で6時半から、9時まで、大体9時まで原発問題でなくだけでなく TPP とか全て命の歪収問題ということでやっています。ぜひぜひお集まりください。本当みんなでつながっていかないとこの国変わらないと思うので、よろしくお願いします。すいません、ちょっとマイク変わりました。皆さんご存知のように新安全基準のバブコメが今行われていまして、2月28日が締め切りです。でこれは、評価基準とシビアアクシデントとそれから地震津波それぞれについて出すんですが、結構大きく2つに分かれていまして書きにくいですけども、少なくとも今日みんなが共有したように福島は収束してない。で福島の人たちはまだそうなんです。避難できていない、たくさんの人が避難しないといけない、もう とんでもない状態だ。そんな状態でどうして再稼働するのかということを皆さんバブコメに書いて訴えてください。もう本当に一言でいいですから書いてぜひ出してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、この福島疎開裁判は今回のデモのようなプラカードを作ったり横断幕を作ったりチラシを作り、そして何よりも今回福島からバスで来られた方々のバス代金などを、東京の会のカンパによって、今用意しようとしております。ですからたくさん集まってくれた皆さん、今後も疎開裁判の活動を盛り上げるために、福島の方々を応援するために、これからカンパ袋を持った仲間が回りますので、ぜひカンパのご協力をお願いします。それが疎開裁判、そして福島の子供を逃がすことになりますので、このカンパ袋を持った仲間にカンパのご協力を、お願いいたします。今から回ります。そして今子供を逃がすと同時に、私たちは自主的に受け入れ先も作る。日本全国で雇用の受け入れ先や避難の受け入れ先を事故直後から作ってきた人たちがたくさんいました。私たちはそうした活動の中、仲間をやっている仲間もいます。それもとても大事なことです。その新潟でその活動をしている榎本さんからお願いします。
新潟から来ました。新潟で新潟雪だるまの会という会を立ち上げまして、もう自主避難では間に合わない、なので新潟県の市町村に働きかけて福島の子どもたちの疎開を受け入れさせようという、今新潟の市長、議員さん、教育者、医療関係者、宗教者を駆けずり回っているところであります。今日はその活動報告に来たわけではありません。東京都民の皆様にお願いがあります。東京都民が声を上げてください。東京都民が脱原発だけでなく、脱被爆、脱原発というのはイコールで脱被爆なんです。今被爆の被害が福島を中心として広まっています。東京も一言ではありません。東京も放射線管理区域に指定される地域があるのです。東京の子どもたちを守ってください。同じように福島を中心とした高線量地域の子どもたちを守ってください。原発事故当時、枝野官房長官はこう言いました。直ちに人体には影響はない、直ちに人体には影響はない、その直ちにの有効期限はもうとっくに終わりました。健康被害が広まっているのです。民主主義国家、民衆がだんまりを続けていたのではファシズムと何ら変わりません。民衆が声を上げなければ何も国は変わりません。命の問題です。あなた方の命の問題です。僕たちの子供たちの命の問題です。あらゆる働きかけをしてください。議員さんに働きかける、病院関係者に働きかける、教職員に働きかける、あと東京には大手マスコミが揃っています。大手マスコミは原発の被害に対してちゃんと報道していますか？全く何も報道していません。 NHK にメールしてください、ファックスしてください、電話してください、意見を言ってください、各新聞社に訴えてください。皆様が声を上げたら日本は変わります。命が救われます。東京が変われば命が救われます。皆様が声にかかっています。このデモで終わりじゃないです。これをスタートにして帰ったらすぐに働きかけてください。声を上げてください。よろしくお願いします。この集団疎開裁判では柳原弁護士に早くから協力をさせていただいてますが、今日は反撃をしております。ただ時間もありませんので、無罪意欲もいますし、簡単に数字で500、100、10、5000ということでお話をしたいと思います。500というのはご承知の通り、一昨年の 3.11 の後、3月17日に国が暫定規制値ということで500ベクレル以下なら食べてもいいよってやったわけですけど、去年の4月1日からは100ベクレルに下げました。いっぱい下げたんだからもうそれ以下なら安全ですってやりました。でも考えてみてください。原発の中では100ベクレルを、放射性セシウムが100ベクレルパーキログラムを超えたら黄色いドラム缶の中に入れないといけないんですよ。低レベル放射性廃棄物です。そういうものを食べさせられたわけです。私たち100ベクレル以下なら安全か、これも違います。チェルノブイリで分かっていることは、毎日10ベクレルずつ食べたらやがて子どもたちには障害が出てきます。現実にもう2割ほどしか健康な子どもがいない。毎日10ベクレルだけで
ですよ。そういう状態です。それでもう一つ5000が残ってますけど、これはじゃあ私たちの主食お米、田んぼは5000ベクレル以下なら栽培してもいいよってことになりました。だけれどこれは原発の中だったら完全防護で洗面マスクで短時間しかいられない場所です。いいですか、そういう田んぼをそれ以下で、本当は500ベクレル以下なら米やなんかは食べてもいいよとしたのを100に去年4月からしたんなら、田んぼも1000ベクレル以下にしなきゃいけないわけだけれども、そういうことは一切国は言いません。でも仮に1000ベクレルとしても、やはりああいう格好、もっと重装備をしなければ入れない場所、そういう場所に子どもたちも住まわせてるわけですよ。こんな国がありますか。はい、そうだ。私は本当の心から怒りに燃えています。どうか皆さんと一緒にこんな日本の政府を、財界を、原子力村を変えることに、これからますます頑張りましょう。ぜひ今度の裁判が仮に負けたとしても、柳原弁護士がいつもおっしゃるように、これからますます元気に一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは最後の柳原弁護士から皆さん、今日は本当にありがとうございました。この裁判は3つの力で勝つか負けるか決まります。1つは真実の力、どれぐらい福島の子供たちが危険な状態にあるか、その真実が裁判を決めます。私たちはそれについてこの徹底的にこの危険性を明らかにしてきました。もう一つ、2番目は正義の力。子どもたちは自分で遊んで原発を壊したわけではありません。自分たちが福島に原発を誘致したのわけでもありません。彼らは完全に 100% 被害者です。それに対して国は 100% 加害者です。彼らは100% 被害者の子どもたちを本当に今すぐ安全な場所に逃がす最低限の義務があります。この義務を疑う者は世界中誰もいません。正義の力は我々子どもたちの側にあるのは明らかです。しかし裁判を勝つためには真実と正義だけでは足りません。もう一個大事な力が必要です。それは皆さんの声です。皆さんの声が大きく力強く日本中世界中から起き上がってくるとき、それが初めて正義と真実と皆さんの市民の声によって正しい裁き、子供たちの命が救われる判決が導かれます。実はこの裁判は最初2人の何も知らない市民が始めましたが、今ではこれだけたくさんの人がこの裁判を支援してくれます。昨日も実はオーストリアの首相がこのデモを支持するメッセージを寄せてくれました。さらにスイスの国連のジュネーブが、スイスにありますが、このジュネーブの首長がこの世界裁判のデモを支持するメッセージを寄せてくれました。この世界裁判は日本だけでなく世界の人々が注目する、世界の人間にとって絶対負けることができないこの裁判です。私たちは子供を救えないようではこの日本の未来はありません。私たちの未来を希望とともに歩むためにも、ぜひこの裁判に勝って福島の子供たちを救おうではありませんか。この裁判は実はもっと早く終わる予定でした。ところがこれは1年以上も続いています。その理由は、ひとえに多くの市民がこの裁判に関心を持ち、その行方に大きな注目をするために裁判所が判断を下すのを
言ったわけです。今その最後の一番最後の時期に来ています。今もしこの最後の段階で皆さんがもう一回りもう一息大きな声を出して裁判の支援をしてくれれば、裁判所もこの声に動かされて必ずや我々の願いを聞く人の引き出る判決を出してくれます。そのためには皆さんが署名や仙台高裁に手紙やハガキを出したり、あるいは私が今背中に背負っているリップサックのようなこのスローガン、これを朝から晩まで私は歩きながら背負っています。皆さんもぜひこの沈黙のアピール、沈黙の指示をこれから東京日本中でやってもらえたら、絶対仙台高裁は皆さんの声にびっくりしてもう一回この正しい裁きについて勇気を振るって判決を下すと思います。ぜひまだこれからでも間に合います。一緒にぜひ頑張りましょう。本日は本当にありがとうございました。またお見事な自分もやりますので、ぜひ一緒に参加してください。ありがとうございました。ワクチンを行う場合とかの番号は、例えばホームページに出ているとか、福島集団火災裁判のご覧の皆さんご存知だと思いますが、福島集団火災裁判のご覧に、個人ファクスを送るかということが 出ておりますので、今日乾きの宛先も出ておりますので、今日帰りましたらお送りになる前にサッと書いて送る、サッとファクス書いて送る、その行動をぜひお願いいたします。それで先ほどたくさんの感想をいただきまして皆さんありがとうございました。今後も有効に使わせていただきます。じゃあ本当に今日はたくさんの皆さん、650人以上の皆さんでデモをいたしました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。来週じゃなくて、次の金曜報道はまだ決まっていないそうなので、ブログをぜひご覧になってください。それからそしてこのようなデモ、子供を逃がすというデモ、これからももっともっと必要になると思います。そうですよね、皆さん今日とてもやりがいを感じたと思います。周りにたくさん人がいるからです。しかし私たちはまだまだ仲間を求めています。もっともっと大きな行動を作るには、もっとたくさんの皆さんの協力が必要です。疎開裁判の仲間になってください。東京チームの仲間になってください。そしてこうしたデモを実現させるスタッフ仲間になってください。次の行動を文科省なり霞が関なりで呼びかけた時にそこに来ていただき話し合いをしましょう。ぜひこのような動きをもっと大きなものにして、一刻も早く子供を逃がすために一緒にできる行動を全てやりましょう。このたくさんの人がいる路上から子供の避難、原発ゼロ、この世の中を平和で民主的な世界に変えるために頑張りましょう。子供を逃がそう、子供を逃がそう、子供を逃がそう、集団疎開、集団疎開、子供を逃がそう、福島の子を今すぐ逃がそう、福島の子を今すぐ逃がそう、東京からも声を上げよう、日本全国声を上げよう。
そう、今すぐ逃がそう、今すぐ逃がそう、集団疎開、集団疎開、みんなで実現、みんなで実現、子供を守ろう、子供を守ろう、子供を逃がそう、子供を逃がそう、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 避難、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 ありがとうございました。必ず子どもの疎開を実現させましょう。ありがとうございました。今日の行動はこれで終わりになります。どうもありがとうございました。